思うんですね。ただ先ほどのようにそこのこれなんていうんですかね、象形文字ですか、あれはアヒル草文字のようなものはこれには書いてないんですね。どちらかと言いますとそちらの方がよく分かりやすいんじゃないかなと。神代文字で書かれてるというのがね、だこれは今日来ていただいた方はですね、この女性のその本家筋のであると、いうことをまあおっしゃっていただいておりましてね、その辺のお話をお聞きしたいなと、思って、おります。これちょっとまあ回してもいいかな、写真を撮ってもいいかはちょっと了解していないんですけど、いろんなことが分かるんですね。こちらの方はね、2倍に拡大して展示させていただいたんですけど、虫眼鏡で見ないとなかなか分からなかったりですね、しております。で竹の内文書は皆さん本をね、1と2の本の中で非常に詳しく、まあ、書かせていただいてますし、先ほど1の中の私がとにかくできる分野をですね、重要な分野のみをこの本の中に列記させていただいたんでございます。でその中身がね、先ほども言いましたようにムー大陸、あるいはモーセイエスがやってきた世界の聖者が全て日本にやってきていた、そこで、日本の、まあ、神道というんですがね、教えを聞いて、そして、世界に帰って、現在の宗教があるということでございますね。私は実はかつてはイスラエルのから日本へ渡来してきたのが日本とユダヤの道祖論ということで理解しておりましたんですけども、実はそれがなくなった。むしろ日本から向こうへ行って、ということがモーゼが来ていたわけですからね。で実はこのモーゼがですね、私がこの歴史読本というのがこのございましてね、でこれを昭和のこれ30年ぐらいですかね、もう色が変わってるんですよね。この中でね、日本人のルーツとか、それから邪馬台国とか書いてるんですね。とら当時これ読んでても全然意味がわからなかった。つまり宇宙の話のような形で書かれてるんですね。存在していないのような。しかし神代文字についてはね、かなりの高い評価を得ておられるんですね。でだから当時の学者の先生方が書かれてる内容も、まあ、疑問視されてるというようなことがあったりいたしましてね。じゃあ今ちょっと中へ入っていただいてよろしくお願いします。奥で、はい、お願いいたします。まあそういったことからね、この竹の内文書は実は超古代史が書いてあるんですね。で私がまあ判断で読み続けていったところ、このように超古代史が書いてる歴史書というのは世界どこにもないらしいですね。日本が文明の発祥地なわけですから、でしかもこの文書を最初に書かれたのは、今日これからお話していただきますが、皆さんご存知のように日本書紀とか古事記には、ね、神武天皇1代、そして結氏8代というのをご存知ですか、2代から9代まで、これはなかったと言われてますね、学会とかではね。ところがそれは物の美史であり、その結氏8代の、あれは何代になりますかね、竹野内宿根さんの頃からこの竹の内文書を保存され、そういう古い時代からずっと書き綴られてきた高祖皇太神宮の下でですね、出来上がったのが、現在につながっているのが、竹の内文献であり竹の内文書であったということが分かったわけですね。ではじゃあよろしくお願いいたします。竹の内さんでございます。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、改めまして、はじめまして、竹内勝信と申します。本日はよろしくお願いいたします。ですね、今、前のですね、先生方お話しさせていただいてですね、
大変ですね、本当に古代のこう歴史についてですね、深く探求されたですね、研究者の方々の前でですね、これと同じように並んでですね、私もお話しさせていただくのは大変の恐縮な、話では、あるんですけども、まず最初に言っておきたいのは、私は竹内文書の研究者としてお話しするという、つもりがないというか、というのは竹内文書に関してなんかでも、こう世間ではこう勉強されている方々たくさんいらっしゃいまして、で私はまたまたまですね、先ほどお話がありました通り、第8代、光源天皇から始まるですね、私は家系図 を引き継いでいるんですね。でその間の中に、竹の内の宿根という名前が出てきまして、そして私に至るまでのこう名前があると。で私はですね、一般的にこの竹内の家系というのは神官であったりとかですね、神主さんが多いんですね。で私は神主でも何でもなく一般の民間の人間であります。なので、正直竹内文書について研究されて発信されている方もたくさんいらっしゃいますし、あるいはその、神道ですね、学んでそれをお伝えされる方もたくさんいらっしゃいますと。ただ私はその、方々から学びながらですね、こう今の現実社会に対して、あるいは未来に対して何を取り組んでいくかということを私はすごく大切に考えているんですね。なのである時からこう目覚めた時からですね、竹内宿根という存在は我々に一体何をメッセージするのか、あるいは竹内文書というものは一体何を示し何を我々にメッセージするのかと、そういったところに私は意識を向けてですね、それを未来に向けて、役立てるというそういう意識を持ってきましたので、ですので例えば竹内文書に関してでもそうですが、私よりもはるかに、お詳しい方もいらっしゃるかもしれませんので、そういった意味でですねお話を聞きいただけたらなと思うんですけど、30分ぐらいでよろしいですよね。12時30分まで。あ、そんなあるんですね。でまた残りは午後からね、はい、また詳しくしていただけますので、はい、はい、そういう経緯の中ですんで、竹内文書でも皆さんご存知ということでよろしいですかね。竹内文書って簡単に言いますとですね、昭和の初めにですね、竹内巨麻呂という方がですね、文章を表に出したと。で、そこに書いてあることがもう、あまりにこう規定列だったと書かれていることはですね、例えばよく世間一般で言われていることをお話すると、例えば、キリストが日本に来ていたとかね、モーゼが日本に来ていたとか、巨大な神殿がかつてあったとか、あるいは、スメラミコトという、天皇ですねっていうのは、例えば UFO のようなものに乗ってですね、移動していたとかですね、そういったところがすごくなんか取り立たされてですね、それがなんていうんですかね、規定列な、気違いじみた、なんていうんですかね、オカルト文書であると。そういったものが私はもう世間一般の評価なんではないかなとは思っているんですね。で、いわばどういうことかって、地球から始まったですね、こう人類がどういうふうになってきたのかっていうところがそこに書かれていてですね、日本から例えば発祥であるというような要素であったりとか、五色人というものから世界に広がったとか、そういったことがいろいろこう、論ぜられていると。でただ人間というのはそもそもどうしてできたのかっていうところになっていきますと、今世間一般ではダーウィンの進化論などとこう言われてるんですけども、現実的にはダーウィンの進化論の根拠は何なのか、証拠は何なのかっていうと、これなかなか難しいところもあって、我々が一般に生活してて人間になりかけの猿っていうのは見たことないですから。私結構動物園好きでですね、結構行くんですけども、人間にもうすぐなる猿一回見てみたいなと思うんですけどね、現実的にはなかなか見ないと、いうところではあるんですね。じゃあどっから来たのかっていう、そういった一つのきっかけというか、考えるきっかけになるものがそこには表現されているんではないかなと思うんですね。で、竹内文書っていうものにまつわるところで言うとですね、今名前が出てる方って結構何人かいらっしゃると思うんですけどもね、竹内文書って、言いますと、竹内文献という言い方されますけれども、先ほどの巨麻呂さんの今お孫さんですよね、高祖皇太神宮とい うところ館長さんで、安弘さんという方いらっしゃるんですね。つい先日も、その方と、お会いしてですね、お話もさせていただいたりとかですね、あとは73代竹内宿根というのをですね、名乗って、いろんなね、発信をされている方もいらっしゃいますし、
かつて、まあ、竹内文書といえば例えば高坂和道さんっていう方などが、まあ、研究に対するいろいろ発表されたりとか、今あの高坂和道さんお亡くなりになってですね、実は奥さんが積極的でですね、もともと彼女は興味なかったらしいんですけども、あの高坂和道さんの意思を引き継ぐということで、今 YouTube なんかでね見られると、あのアニメーションで、ね、竹内文書ってどんなものなのかっていうのが簡単に出てくるんですね。はい、でそれを作られたのはあの高坂和道さんの奥様になるんですね。でそういった活動をされている方はまあ様々いらっしゃるんですけども、先日ある話を聞きまして、私あの官庁に、まあ、官庁、高速古代軍の官庁ですね、いや、私お聞きしたことがあるんですけど、何かというと、はい、まあ軽い嫌がらせが入りましたけどタオルか、皆さん、どうも、私の、すいません、全然全然ありがとうございます。マイクは倒れたな、マイク線が抜けたいわ、マイク抜けた、マイク、あ、立ってください、3秒、いいですか、ちょっと行っていただきます、ちょっと向こうの方でね、あの集音マイクで撮ってますので、あ、そうですね、それでちょっとお待ちくださいね、皆さんね、ちょっと壁にもたらせかしてたそのあれにちょっと、ね、倒れてまいったんで、録音してるってことは下手なことは言えないって感じですねよくやりじゃない、心配になります、ね、実は今日ね、とんでもない人が突入するんじゃないかなという心配もございまして、まあ、無事にあの開催を続けておりますのでご安心ください、はい、まあ、例えばですね、まあ、せっかく講師の方々に対してちょっとマニアックな話をするとですね、まあ、竹内文書というのは竹内文献という新法も含まれているということで、高速古代神宮の方はそれを保存されているわけですけども、そこにやっぱりのひひろかねというね、ものが存在すると。で、それによってできたですね、新法がたくさんあるということで、で私ある方からお聞きしたんですね。でそれはあの地球上の成分にないものでよって作られていると。でそうやってお聞きした時にですね、ほんまにそうやねやったら、そんな成分分析でも出して世の中公表したらいい話じゃないかっていうふうに私は考えたんですね。でそしたら何て言われたかっていうと、いや実は成分分析したことがあるとっていうことやったんですね。だけども実際そこで分かったことは地球上の成分ではなかったと。でなかったけれども、それをシンクタンクがそうであるということを決めて認定して出した場合、そこの言葉の責任を取らなくちゃならないから、表に出さなかったっていう話を私お聞きしたことがあったんですね。で私そういうことを聞いたんですけど、実際どうだったんですかっていうことを私は官庁にお聞きしたんですよ最近。そしたらおっしゃったのは、いや事実成分分析は出しましたと。でそして地球上の成分でないものがそこで分かったと。ただ出そうとは思っていないし今も考えていないとおっしゃってました。理由は何かっていうと、そういったものを例えば出した時に出てくることは疑いと否定のみであると。だけどじゃあそれが何なのか云々っていうことよりも、そこの論争ばかりに走らされる形になっていってしまうから、そういったことを出しても意味がないと私は考えているんですとおっしゃってました。まあそれは事実かどうかっていうのが、信じるか信じないかあなた次第なんですけども、でもまあそういうような会話をですね、つい先日させていただいたんですけども、ただいろんな、まあ、お話したようにですね、こう竹内文書を ご興味ある方からすればですね、いろいろここはどうなんあそこはどうなんだろうという論点はあるんですけども、ただ先ほど私がお話ししたように、これらが我々にとって何を意味するのかっていうことが私にとって重要で、はい、いや、もっと言うならば、皆さんがどうかというよりも、私自身がこの家系に生まれて、私がそれをその存在を知ったときに、私にとってどういう意味を示すのかが重要なんです。正直言って私は竹内文書の世の中の人をみんな知っていただきたいとか、そういうふうに思われる方はそういう活動をすればいいだけであって、一個人の私としては、私に対して何を言うとるんかっていうところなんです。で、そしてその結果、私の中の今現在の認識というのはどういうことかと言いますと、これは世界広しといえど唯一
地球創始まで遡れる家系図を持つ一族が日本にあったっていうことだと私は思ってるんですね。そこに今、貼られているのは、ここですね、この前に、貼られているのは、いわゆるそのスメラミコト、神武天皇以前のですね、スメラミコトが遡られてですね、そこに書かれているわけですけども、まあ一番下の方ですね、小さい字で書かれているのは今の天皇ですね。でそしてそれ以前が、おおよそ5分の4ほど書かれている、あの膨大な数のですね、いわゆる皇統譜というものになります。はい、これが竹内文書に対する中での、一番の大きなポイントであって私にとっても意味するものであります。残念ながら竹内文書は今現状で偽書という扱いをされているものですから、ですからこれが正しいんですよと、これが全てなんですよということを私が言う理由はありません。正しい言えるのはね、私は高原、ここに出てくる高原天皇も出てきますし、ということは私から遡って高原天皇、そしてその先がそこに書いてあるということなんですね。もし皆さんが家の家系図があったとしたら、他の研究者たちがその家系図は違うんじゃないのとかどうたらこうたら言われたって関係なくないですか。私からすれば関係ないんですよ、そんな話は。ただこの家系図が残っていることではっきり分かっていることは、私は今目の前の見えるものだけの世界で生きているわけではなく、親、おじいさん、おばあさん、そしてその先、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 ずーっと辿っていくことで、今、私というものが生かされているということに気づくだけなんですね。だからそれまでの私って、もう自分の人生を生きることだけ考えてたわけですけども、どうですか？皆さんが地球創始まで遡れる家系図を持ってたらどうなると思います？あのね、頭おかしなるんですよ、ちょっと。今までと人生の価値観が変わっていくということなんです。そういった家系図が存在したという、それ以上でもそれ以下でも私にとってはないんですね。じゃあその家系図誰が持ってたんかっていうと、それが先ほど申しました高原天皇から、天皇家から分かれていく竹内宿根という人物の一族だったということです。じゃあこの竹内宿根というのはどんな怪しい、どんな気違いな人物だったのかって言いますと、これは日本創始以来の初代の大臣であったということです。いわゆる 国民のトップであり、今でいう内閣総理大臣の立ち位置にあたるような人物だったってことなんですよ。その一族の家にね、その家系図が残されていたということなんです。今現実問題歴史の教科書には出てきませんから、ほとんどの方はご存知ありません。私は歴史の教科書も遡っていましたけれども、遡れば遡るほど竹内宿根の名前は登場してくるんですね。ただ終戦後歴史の教科書から名前を消したことで、世間の方々はほとんどご存知ないということなんですね。はい、紙幣の肖像画でもそうですね。明治から始まって終戦まではずっと肖像画として使われていました。五月人形はかつては竹内宿根の人形をみんな飾ってたそうですね。ということは我々の知る歴史上の人物たちで多分知らなかった人はおそらくいないだろうなという、そういう立ち位置の人物であります。その人物の家に残されていたのがそんな家系図だったと、まあそういうことなんですね。ただ歴史というのは常にある面からの、ある側面からある誰かが見たということであって、全てというのは本来今我々が教科書で学んでいる歴史が真実かどうかというのは分からないんですね。ほとんどの場合は歴史の教科書というのは残っているものというのは勝者の歴史によるものなんですね。例えば皆さんの大化の改新ってご存知ですよね。中野上の氏とね、ね、後の、鎌足がですね、まあ、いわゆるクーデターを起こしてですね、蘇我入鹿を切ったと。まあ、そっからなんですけども、そっから藤原の一族の大きな力を発揮しですね、その後に編纂されたものが日本書紀や古事記なんです。っていうことは、彼らにとっての歴史っ
ていうものがそこで表現されていることであり、それが今の日本での生死という表現をされているということだけなんですね。じゃあこの蘇我のイルカっていうのをたどっていくと、これ竹内なんですね。実は竹内から、何系列か出てくるんですね。その一つが蘇我であります。そしてあとはですね、ヘグリとか、これ奈良の方でご存知だと思うんですけど、全て地名で残っているんですね。ヘグリ、あるいはカツラギ、あるいは五世という地域が奈良にありますけども、これもともと古世から来ているんで、それ全て竹内、今でしょ奈良でしたら竹内街道っていうね、そういう道が残っていたりとかですね、そのもっと遡れば佐賀の方にもです、竹内という地名がありますね。これは何かというと竹内宿根の父親になりません、竹尾心の御事っていうのがそこの拠点だったんですね。そういった地名として一族の形跡っていうのは残っているんですけども、藤原が実権を取るまでの天皇家に対するですね、皇后っていうのはほとんどが竹内からの血族者によって皇后は出されていました。それだけの力を持っていたということなんですね。でその時によって桂木あるいはヘグリという一族がですね、その実権を持っていながら、その当初実権を持ってたのがその中の一つ蘇我だったってことなんですね。そしてそのクーデターを起こされることによって大きく変わっていった、すなわちその時勝者であった藤原氏によって作られた歴史を私たちは知っているということなんですね。言ったら、じゃあかといって竹内の出しているものが正しいかというと、それは私は真相は分かりません。いろんな感情や真実やいろんな見方っていうのは、事実が一つであっても見方がちょっと変われば全ての状況っていうのは違って見えるもんだからです。はい。ただそういったものとして皇統譜が残っているということなんですけども、じゃあこの皇統譜というものをですね、その一族の人間からして思うことは何かっていうことは、僕にとって大きくそれによって気づいたことがあるんですね。それは何かっていうと、全ては一つにつながっているということでした。どういうことかと言いますとね、例えば私がね、この家系にあるか私は立派なんだとかね、はっきり言ってそんなこと全然あるはずもないし、そんなことどうでもいいんです。重要なことは何かっていうと、ここにいらっしゃる皆さんにも生を受けているということは、ご両親がいらっしゃる、二人の父母がいらっしゃるように、そしてその上にはまた同じようにおじいちゃんおばあちゃんという父母が4人いるわけですよね。これずっと遡っていって1000年遡ったらね、1000兆人だそうですよ。そんだけおったかいな。さあ日本の歴史で言えばね、日本が成り立って2000年、2600年と言われてますけども、はい、それだけ遡った時の我々の先祖の数というのは、超超えて、強超えて、外超えてみたいな、聞いたことないわ、そんな桁っていう人数になっちゃうわけですね。それだけのたくさんの先祖になる。じゃあそれだけのたくさんの人数がいたのかではなくて、ここにお集まりの皆さんも含めて、そして街を歩いている、何も考えずに今駅前を歩いておられる方も含めて、我々の先祖をたどっていけば、つながってる可能性は極めて高いということです。1000年たどった段階で 99.9% は先祖はつながっているというんですね。となると笹川良一さんかつておっしゃった人類皆兄弟というのは、あれは統計学上間違ってはいないということです。じゃあ五色人から張り広まって全ての人類は日本から起こったのか、それは分からないですけども、だけど辿っていった先の我々の命を辿っていって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 辿っていったらどこに行くんかっつったら、間違いなく我々が過ごしているこの自然環境であり、そして地球という環境によって育まれて我々がいるのは、それはもう紛れもない事実だっていう、ただそれだけの話なんですね。じゃあこれからの歴史を学び、そして未来を向けて考えたときに、常に争いの歴史があって、例えばこれからの日本はどうあるべきか、ね、今の政治はなどと論ぜられる方がたくさんいらっしゃいますが、日本がどうか云々を語る前にね、
日本がどうやなんて言ってしまえば周りとの違いを作ってしまうんですよ。うちはこう、他はどうっていう。先日でもソマリアの方でね、なんか常に紛争が起こってる国やっていうのをテレビで見ましたけれども、あれは何かっていうと、なんていうんですか、結局はなぜ紛争がたくさん起こるかっていうと、彼らは氏族というものを大切にしてるんですって。自分一族ですよ。自分たちの家族、家系っていうものを本当に守り合ってるんですって。でそれが他の氏族と勝ち合った時にそれに対する対処しようとするから紛争起こるんですって。要は自分とそれ以外というもので分けてしまうから紛争や争いや奪い合いが起こってしまうんだということだと思うんですね。って考えれば、先ほどお話した通り、我々は地球をね、親として、自然環境を親として、そしてここに出てくる家系図に出てくるのは、皆さんがよく見られた神社とかで行かれると神様と言われる方々の名前がスメラミコトとして登場します。ということは、我々が神様やと思っている人たちというのは全ては我々の先祖であるということなんですよ。私はそういう認識です。はい、我々の先祖であり我々の親であるという認識なんですね。じゃあ大切なことは、それらを分かった上で、全ての自然や全てというのは自分とつながっていて、そして周りに見える全ての人たちは他人ではなくみんなつながっていてと考えた時に、これから日本がどうあるべきかとか、これから未来がどうあるか以上に重要なことは、自分がどうあるかだと私は思っています。自分がどう生きるのか、他人がどうか、周りがどうかである以上に、自分は何ができるのか、自分は何をするのか、それが大切だと思うんですね。はい、私はその価値観に気づけたことが、この家系に生まれた意義である意味なんですね。そしてそれを皆さんにこうあるべきだ、どうあるべきではなく、私はそのイズムを継承しながら、それを実践者として、体現者として生きることが、これが私の生きる道だと、そうやって考えているんですね。世の中に恩公知心という言葉があります。もうちょっと入りやすい言葉はないかなって調べてみたら、乱古公心という言葉があります。閲覧の乱に古い書いて、考える新しいです。シンプルに過去を顧みて、そして未来を考えようということですね。私は本当に古代史のことを話すれば、おそらく皆さんの方が詳しいでしょう。でも私が興味あるのは未来なんですよ。自分がどう生きるか、はい、そうやって思ってますんで、ぜひ皆さんがこうやって探求されること本当に素晴らしいと思いますし、皆さんがお詳しいことについても私もぜひいろいろ皆さんから学ばせていただきたいと思っています。ただ私が何か皆さんにお伝えするとするならば、それを知り、それを探求することで、皆さんがどう生きるのかっていうことをなんか大切にしていただけたら、なんかそれは私にとってすごく、未来を考えた時にそれは素晴らしいことだなと思うんですね。はい、今日皆さんとこうやってご縁いただきましてですね、はい、お会いできたことも何かの一つだと思ってます。私は今もそうやってですね、自分の中で模索しながら、そしてじゃあ何をすべきかということを随分考えながら過ごしたことがありました。でもようやくそれが明確になって今動きまくっていてですね、実は今日もここに、お呼びいただいたので、ね、来ましたけども、実はずっと東京にいる予定だったんですね。でそれを変更してここに来させていただいて、今日これを終えてまた明日名古屋に行って、次の日は東京に行って、そしてそのまま私はマレーシアに入ります。はい、家を随分離れるんで、1歳半の子供の面倒を見れてないからと嫁さんにぐちぐち言われてですね、はい、仕事疲れて帰ってきたと思ったら子供を抱き上げて腰痛いなと思いながら今日ここに座ってるわけですけども、そんな日々があるわけですけども、ぜひとも何て言ったらいいんですかね、そんな機会になんかこの場がなっていけば、はい、私は天命という言葉を信じています。天命というのは
自分にがこの世に生まれてきたには何か意味があるという、そういう考え方です。私は何かを成し遂げるために私は生まれているという考え方を信じています。じゃあ天命がその人にあるかどうかを見極めるための一つだって、私は人から聞いたことがあるのは、あなたが今生きているかどうかだというふうに、あなたが今命を追って肉体を持って生きているならば、何かやるべきことがあって何かできることがあるんじゃないかっていうことだと私は聞いたときに、はい、私はこの肉体を先祖から扱った中で、はい、精一杯この体肉体を使ってですね、未来のために生きていきたいと、そういうふうに思っているというところなんですけども、そんなぐらいで終わっちゃダメですか？はい、まあ、皆さんあの竹内文書等でいろいろここはどうなんやといろいろまあお聞きされたりとか、よろしいですか？はい、竹内文書の惑星ということを認識されたのはいつ頃ですか？もう小さい頃からです。あ、もう小さい頃から家でそういうふうに聞かされてきたということですか？まあ、詳しく聞かされていたことではないんですけども、私なぜか子供の頃からその家系図を広げて見るのがなんか好きだったんですよ。で、そうですね。そしたら別にある時に強く意識したというようなことじゃなくて、スーッと見た。いや、強く意識した時がありましたね。それはいつも。それは2012年間です。質問事項とかいうのは午後からの無事回しますので、はい、で今日はもう午前中これでまだ10分でございますけど、よろしいでしょうかね。はい。じゃあ30分後にですね、終わろうかなと思ってたんですけど、午後ちょっと早めましてね、1時間休憩して、ですから1時、15分ですかね、1時半からの予定してましたが、1時15分から午後始めたいと思いますので、この宮巻周辺でたくさんのお店がございますので、今頃でした。